金城奥倉宗古館像、国宝牧子本古今和歌集は、平安時代後期に書写された古今和歌集の古写本、牧子像。伝承筆者は、源の年寄りだが、書風などから藤原定真を筆者とするのがほぼ、定説である。平安古筆の代表的遺品の一つ。元は、古今和歌集二十巻に金城を加えた計二十一巻として、制作されたとみられる。現在は、 彼女だけが守備官損する巻小本として当時のままに残り、巻13は約半数の過数を残して巻小本として伝存。他に巻1から5、9から11、13、15から19の段階が、梅沢記念館、畠山記念館、東京国立博物館、時和山文庫、陽明文庫、京都国立博物館、伊豆尾美術館、 前大区徳会などに分蔵される。これらは、茶の湯の流行とともに、薪小盆から分割されて個筆切れとなり、あるいは個筆手鏡に貼られ、茶席を飾る茶がけの名物として珍重された。漁師は、色変わりの染め髪にキララズリと空づりで、花たす気紋や、各種から草分などをすり出したものを使用している。右上の画像の大倉修古漢本では、 第一子は白紙に放たす鬼門をキララズリとし、第二子は脳種に染めた紙に空づりで、ボタンレンから草文を表す。本文は玄英本古今和歌集、筋切れ、通り切れ、西本願寺本十六人歌集などと同筆で、筆者に藤原定実にあてる説が有力である。書風や漁師の類似から玄英本に近い時期の作品だと推定される。書を眺めると、 連綿の美しさが際立っており、状況に応じて必線の太さをかき分け、その変化の妙が抜群である。彼女の後半20締めは全て総画名のみで書いており、これが彼女全体において大きなアクセントとなっている。ありがとうございます。